ほっといても咲く環境でね、8割型植物って決まっちゃうんですよ。こんにちは、劇花の古谷です。リアルタイムで見てる方はこんばんは、古谷です。今日は10秒見るだけでもう満開、世界一簡単なビオラの育て方 A to Z ということでお届けしたいと思います。まあ、なぜこんなにテンションが高いのかというと、昼飯を食べた後だからです。満足満足っていう感じなんですけども、ビオラの育て方って、まあ、いろんな方が発信されてると思うんですね。で、やっぱたくさん咲かせるために摘心をしたりとか、肥料はこれだよとか、あとは何だろうね、切り戻しをこんなタイミングでしようとか、マルチングしといた方がいいよとか、まあ、いろんなご意見があると思います。思いますけども、たった3つのことだけ気をつければもうね、自動的に満開、もう複雑なこと一切なし、あなたはもう見てるだけ、楽しむだけ、お花を見て応援してあげるだけ、もうたったこれだけで満開確実、約束しますということで一番最初にですね、この3つの守るべきポイントをお伝えした後に、それを詳しく解説をしていく流れでお話をしていきます。まず一つ目は元肥を入れる、二つ目は日向に置く、三つ目は乾いたらたっぷりの水やり、そして追肥。もうね、この三つだけなのよ。本当にね、複雑にしちゃっているのは自分自身っていう感じです。もうね、ほっといても咲く、で今日はですね、この鉢植えに特化した育て方っていうことでお届けしていきたいと思います。元肥を入れる、日向に置く、そして乾いたらたっぷりの水やり&追肥、これを守っていただければ OK なんですけども、一つでも欠けると難しくなります。いわゆるバランスが崩れるっていう感じですね。例えば日向に置くっていう条件が絶対的に必要だったりもするんですけども、この日向に置くをですね、いやうちの環境だと守れないんだよなってなると難しくなる、あれをしたりこれをしたりっていうのが出てきちゃうんですけど、この3つを守っていくっていうことの重要性、この辺をお話ししていきます。そしてコツね、例えば日向に置けないんだけどできるだけ日向に置きたい、こういう時どうしたらいいかっていうね、解決法も合わせてお伝えしていきますので、最後までゆっくりとじっくりと、聞いてみてください。今日の動画ですね、今更言うなよって感じなんですけど、耳で聞き流しだけでも、分かるようにお話ししていきますので、ぜひ最後まで聞いてみてください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで行ってみましょう。まずですね、植え替えをします。ビオラ、ポットの苗で買ってきたビオラ、今日ね現物用意してませんけども、ポットの状態で買ってきたビオラ、これは植え替えます。で、植え替えをするんですけど、まあ大きめの鉢ね、3.5 号とか、3号とかって、まあ、大体まあ直径でいうと10センチ前後のビニールのポットに入ってるんですけども、それをですね、1株8号の鉢に植える、まあ、これだけでもモリモリになるんですよ。8号というのは直径で24センチの鉢ですね。初心者の方は6号の鉢にしてください。水やりが難しくなっちゃうので6号の鉢で植え替える時のポイントっていうのは、根っこをね、崩しすぎないとかって言われてますけども、もうなんですよ。崩しすぎても大丈夫なんです。ビオラ強いんでね、ざっくり言うと大丈夫です。厳密に言ったらこのパターンが、例えばこれぐらいほぐしてってあるんですけど、もうね、崩しすぎても大丈夫。逆に崩さないことの方が根付かないくなっちゃうんで、なので崩してしまった方がいいです。で、崩しすぎちゃった場合はちゃんと植えてあげて、水をしっかりあげれば大丈夫です。で、植え付ける際に鉢のね、下に土を入れますね。鉢底石を入れてもいいし、入れなくてもいいです。僕は入れない派でやってます。まあ水はけいい土を使っていただければ全然もう OK なので、ホームセンターさんで1000円以上の、ちょっとお高めの培養土、これ買ってきてもらって、バーって下に引きます。
引いたところにですね、元火っていうのを入れます。元火っていうのは、まあどんなものでもいいんですけども、元火に使えるよって言われているものだったらどれを使っても大丈夫、そんなにハードル上げる必要ない、どれを使っても大丈夫です。規定量を入れていただいて、わっさわっさわっさと混ぜてから植え付けをします。で、植え付けをする、根っこを崩しすぎちゃった場合は、土をねそーっとそーっと入れてあげて、根っこに土が馴染むように植えてあげたら OK です。で、植えて土を横ね、埋めていきますね。で、その時にですね、気をつけていただきたいのは、ウォータースペースっていうのがあります。ウォータースペースって言って、水をジャーって入れた時に水が溜まるねスペースを作ってあげてほしいんです。それがだいたい2センチとか 2.5 センチぐらい、鉢の縁から2センチから 2.5 センチのところが苗の、根っこの部分の頭のところに来るようにしてあげてください。どのように植えていただければ OK で、この元肥ってなんで大事なのっていうと、ビオラ、特にビオラはたくさん花を咲かせるので、肥料が途中でね切れちゃうことがあるんですね。後から肥料入れるからいいじゃんって、思うかもしれないんですけども、この元肥っていうのは土の中に忍ばせておく肥料です。この土の中のですね、肥料分を少し多めにしておきたいんですよ。肥料っていうのは液肥でも固形の肥料でも、ジャーってお水をあげるとブーっとね入っていくんですね。で、入っていくんだけど、土の種類によってはこう流れていっちゃうんです。それをとどめておく、肥料分をある程度土の中にとどめておきたいので、元肥っていうのを入れます。土には元肥入りって書いてありますけども、その肥料だけだとちょっと足りないかなっていう感じがありますので、追加で元肥っていうのを入れてあげるんですね。で、その次に、日向に置くなんですけども、その前に一番最初植え替えた後は半日陰というふうに言われる場所に、だいたいそうですね10日は置いてほしいなっていうふうに思います。よくね2週間って言われてますけども、10日は置いてほしいです。2週間から10日置いてあげてください。お家の東向きの場所がいいかなっていうふうに思います。東向きの場所がないっていう方は西向きでもまあまあいいかなと、西向きもないっていう方は北向きでもいいんですけども、北向きだとちょっと間延びしやすくなっちゃうので、南しかないよっていう方は南に置いてちょっと日よけをしてあげてください。冬でも日差し今ね結構強いんですよね。強いので植え替えたばっかり、特に根鉢を崩しすぎちゃった、土がほとんど落っこっちゃったっていう方は、いきなり日がこう当たってしまうとぐたーってこうね弱っちゃうことがあるんです。ビオラが弱っちゃうことがあるので、南向きに置いて日よけをしてあげるっていうのがいいのかなっていうふうに思います。で、日向に置かなければならないっていうふうに僕はもう言い切っちゃってるんですけども、2週間経ったら日向に移動させるんですけどね、鉢ごと移動させてあげてください。で、なんで日向がそんなに大事なのって言うとね、結論だけボソって言うと、環境8割めっちゃ大事です。これ、環境でね8割型植物って決まっちゃうんですよ。人も同じなんですけども、環境の悪いところにずっといると弱ってきます心が弱ってきます。心がね、ほら東京で人旗あげるんだって言って東京出てきた、東京の、厳しいその競争のね、世界にどっぷりとハマって、息子が悪い人になってしまったみたいなドラマとかね、映画とかね昔よくありました。あんたそんな子じゃなかったみたいな何弁か分かんないけど、そういうのありました。あったでしょ。なのでやっぱ環境すごい大事なんですよ。で、環境良かったらやっぱりすくすく育ってくれます。で、これね植物にとっての環境一番大事なのがお日様なんですね。で、ビオラに関して言うと寒すぎても成長しなくなっちゃうし、暑すぎても成長しなくなっちゃうんです。適温っていうのがあるし、適切な、日照って言って、まあ、日当たりね、これが必要になってきます。で、これ自体がキープできないと何が起きるかというと成長が止まるんですね。で、成長が止まると根っこもあんまり張らなくなってしまって、育ちが悪くなっちゃいます。でね、ビオラって秋に植えるといいよって言われてますけども、だいたいね最低気温が6度ぐらいになった時に植えるのが一番ねピシッと間延びしなくてとってもいいです。
今年は11月すごく暖かかったので間延びしてしまった方結構多いと思うんですけど、このタイミングでこの12月のこのタイミングで植えていくと間延びはしづらいかなっていうのを思うんですよね。でただ成長できる期間も短くなっちゃうんです。寒くなっちゃうでしょ。霜が降りる季節になっちゃうとどうしても成長が緩くなってしまいます。で、そこでなんですけど南向きの日当たりのいい場所だと昼間のね、10時ぐらいから13時ぐらいまではしっかりと日が当たってくれるとその時間帯だけでも成長してくれるんですね。そうするとね、極端な話北向きに植えてあるビオラは、凍って溶けてくるのがその時間で、成長するのに必要な温度が足んなくなっちゃって、いまいち成長が鈍いなんていうそれがまあ一般的なんですけどね、それが鈍いっていう状態になっちゃうので、少しでも成長する時間が欲しいっていう感じです。なので南向き日向にバチッと置く。そうするとね間延びもしないし花のつきもいいし肥料の吸い上げもいいしもちろんお水の吸い上げも良くなってくるのでこのね日向っていうのは絶対に守ってほしいんですね。で、うちは南向きのいい場所がないんですよでもビオラ咲かせたいんですよっていう人朗報です。やり方としては、まあ、ベランダガーデンやってる方が一番その状況って多いかなっていうふうに思うんですけどお金をかけれる人はベランダに LED の太陽光のライトをつけてください。それを昼間で結構です。昼間当ててください。夜じゃなくてね昼間太陽光の LED ライト、植物育成用のライトっていうのは植物が成長するために必要な紫外線とか赤外線とかそういう太陽の光に含まれている成分を持っているライトなんです。だから普通のね、部屋にあるライトと全然違うんですね。なので、日差しをですね人工的に作ることができるので、少しですね成長しやすくなります。あとはですね、いや、そこまでうちはでもガチでやってるわけじゃないのよ。楽しめればいいのよっていう方の場合、鉢をね、移動させていくっていう方、確かに OK。すごくいいです。すごくいいんですけど、付きっきりで、すごい手間かかるでしょ？手間かかるので、その場合には、僕ね、成長しないものを無理に成長させるっていうのって一番難しいと思うんです。一番最初に、植え替えるときに8号鉢に1株とか6号鉢に1株って言ってましたね。8号鉢に3株植えると成長がゆっくりでも花数は3倍になるでしょ。こういう風にね、やっていただけるとビオラって普通のやつって100円とか150円とか200円ぐらいで売ってるじゃないですか。で、鉢がだいたい5、600円かな。で土が1000円でしょ。でビオラが200円だとしてももうプラス400円やってあげるだけでうわっうわっうわって育ってくるんで3株植えましょう。そうすると成長ゆっくりでも大丈夫なので今の環境の状態のまんま、綺麗に咲いてくれますので春が楽しみになります。そんな風に頭をね柔らかく考えていただけると、とっても簡単になってきますよ。水やりの How to、正しい方法と重要性ここについてちょっとお話ししていきます。乾いたらたっぷりの水やりっていう風に言ってますけどもこの乾いたっていうタイミングが分かんないっていう方多いですよね。僕の動画でもよく言ってるんですが持ち上げて鉢の重さを感じてみてくださいってよく言ってるんです。ただ、植え付け直後は水をなかなか吸わないっていうよりも吸ってるんだけど根っこはポットの大きさの根っこが入ってるだけなので数量が少ないんでね。で下の方にも水がいってるわけじゃないんで下の方は水溜まりっぱなしになるわけですよ。そうするといつまであげてもね重いんですよ鉢が。わかんないじゃない。だから植え付けてから、そうね12月に植え付けたら2ヶ月間ぐらいは12月と1月ぐらいは持ち上げるっていうのもいいんですけどちょっとだけ掘る。ちょっとだけ掘る。これね、一手間なんですけど、ちょっとだけ掘って、湿り気を確認します。その湿り気が上から、掘って、0.5 センチ、5ミリぐらいだね。5ミリぐらいのところを掘った時に、こう触ってね、食パンの湿り気と同じぐらいになったら、お水のあげ時っていうふうに思ってください。
これね、日差しが強いところは1センチぐらい、掘ってみてください。そうするとね、表面とね、掘ったところって湿り気が確実に違います。海なんかに行って砂浜掘ると、湿ってるところが出てくるじゃないですか。で、夏はね、もうほんとカンカン照りだから、結構掘らないと湿ったところ出てこないんだけど、冬にね、海行って掘るっていうことやったことないと思うのね。あんま海行かないから。だけど、軽く掘るともう湿ってます。1センチくらい掘ると湿ってるのね。なので、土っていうのは掘れば掘るほど湿ってるところが出てくるものなんです。それがだいたい1センチぐらいとか、日差し強いところだったら1センチぐらい、東向きだったら、0.5 センチぐらい掘って湿ってるところが出てきて、そこが食パンの湿り気ぐらいになったら水やりのタイミングっていうふうに覚えてもらえればいいです。3ヶ月目からはもう持ち上げてね、軽くなったなと思ったらしっかり上がれば OK ですよ。で、毎日毎日ジャブジャブ上げちゃう経験を持ってる方もいると思いますが、もうこの動画をね見て、もうこの瞬間から中級者にランクアップですから、もう掘る3ヶ月目からは持ち上げるみたいな感じで、水の雰囲気を見てください。だんだんね、それをね継続していくと、お花の雰囲気を見ただけで、あ、水が足りてるのかな、これはちょっと足りてないんじゃないかなっていうのが目利きができるようになってくるんですよ。このね、瞬間が、わあ、成長したっていう風になって楽しくなってくるんで、ぜひね、それが分かるまでの期間、まあ、この冬で皆さん多分身につくと思いますんで、それちょっとね、試しにね、やってみてほしいんですね。3ヶ月、長いなぁ、縄跳び朝やろうと思ったけど、3ヶ月も続かなかったっていう方も多いと思います。ジョギング、いやいや、ウォーキングやろうと思ったけど、3ヶ月も続かなかったっていう方も多いと思います。多いと思うんですけど、水やりは大体ね、今日植え付けて、水やりをスタートしたら、1週間に1回あげるかあげないかなんで、3ヶ月って言っても、まあ大体12回とか、多くても15回とか、そんなもんなんで、3ヶ月で15回ぐらいはこうね、ホリホリしてみてください。そうすると、誰でも簡単にできるようになってきます。お花と会話ができるような雰囲気になってくるんで、ぜひね、楽しくなってくるからやってみてください。そして、この水やりのこのメリハリをつけるっていうのがなんで重要かっていうと、極端に言いますよ。毎日お水をジャブジャブあげてしまうと、根腐れしますってよく言われます。本当に根腐れします。で、これなんで根腐れするかっていうと、乾く暇がないからです。乾く暇がないから、なぜ根腐れするのかというと、まあ冬場はね、根腐れしにくいっちゃしにくいんですよ。冬気をつけなきゃいけないのは、根腐れっていうよりも、鉢の中が凍ること。こっちの方が、結構問題。凍ったら、お水ってごくごく飲めないですよね。コップの中の、お水が凍ってたら、飲むことができないから、もう、うわー、もう、やるしかないじゃないですか。固形になっちゃうんですね。水が固形のものになっちゃう。液体じゃなくて。お花も液体のものしか飲めないんですよ。だから、水枯れっていう状態になります。これ面白いでしょ？水枯れするんですよ。ぐったりみたいな感じになっちゃうんで、お水をジャブジャブあげて、水分量が多すぎるとその中の、お水が2月頃にバチって凍ります。それが一番怖いことなので、凍らないようにするためにお水をジャブジャブあげるのをやめましょうっていうのと、乾いてからあげる。乾いてからあげるとなんでいいかっていうとね、ネガティブな方向の水枯れとか、根腐れとかっていうよりも、それを考えるよりも、乾いた方が根が伸びるって思ってください。植物って光を求めてぐん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 って伸びていくんです。だから光が少ないと光がある方に一生懸命伸びようとするから間伸びっていう状態が起きるんですね。で、お水に関しても同じで、お水がどんどん上から乾いていくんですね。上から乾いていってどんどん減っていくと、あ、お水さん飲みたいって言って、ふーって伸びてくるんですよ。これすごいでしょ？根っこをたくさん伸ばせば伸ばすほど、実は上の部分が大きく育つんです。根っこの量だけ上も育っていくっていうね。こういう性質を持っているんです。そして水を追っかけていくっていう性質を持っているんで、いつも水をあげてしまうと、全然根っこが伸びなくなるんですよ。そうすると上の部分も育ちが悪くなっちゃいます。やっぱりね、こう、もりもりになってくれた状態、春に欲しいじゃないですか。しかも、早く成長して欲しいじゃないですか。早く成長して欲しいときは、お水をね、
ちゃんとね、メリハリつけて上げない期間を設けてあげるんです。そうすると上の方から乾いてきて、根っこがあるところから吸っていって、下の方にお水が落ちていくと、それを追っかけて根っこが伸びてるんだなって朝ビオラに、ビオラくんおはようって声をかけてあげて、その時に根っこ伸ばしてるねって声をかけてほしいんですね。水をあげない日は根っこ伸ばしてるねってやってあげるんですよ。ぐん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 、それやると3月にドンっていきなり大きくなるんで、このドンっていうのを3月のお彼岸明け、このドンっていうのを楽しみに待っていきましょう。これが水やりテクニックなんです。で、最後ね、追肥の重要性ちょっとお話しします。そして与え方と種類、結構大事なんで、がっつりお話しします。このね、追肥って何かっていうと、まず、元肥を入れて植え替えて、2週間半日陰、10日から2週間半日陰に置いて日向に出しました。このタイミングから追肥っていうのをやっていきます。追肥っていうのは、まあ、例えばうちだとこのね、プロが使う基本肥料とか液体肥料のサキマックスとかっていうのがあるんですけど、何を使ってもらってもいいです。何を使ってもビオラは育ちます。育つので、固形の肥料、これを、鉢の大きさに合わせて、まあ、肥料の裏面とかにね、全部書いてありますから、その必要な分だけ入れてください。で、必要な、期間入れていきます。ほとんどの肥料が1ヶ月で効果が切れるっていうものが多いので、1ヶ月経ったらまた肥料入れる、1ヶ月経ったらまた肥料入れるっていう固形肥料の使い方があります。で、固形肥料だけでもいいんですけども、僕流、古谷流は2月の後半とか3月の頭ぐらいから液体肥料を与え始めます。根っこがある程度張ってから液体肥料をあげた方がいいので、フリア流は3月からスタート、液肥ね、液肥どんなのでもいいので、3月からあげ始めますよね。肥料の裏面見ると1000倍に薄めてくださいってほとんどの肥料が書いてあるんですね。液体肥料ってこう1000倍に薄めたものを10日に1遍とか1週間に1遍、これ与えていきます。これは3月になってからで OK です。そうするとね、液体肥料っていうのは、お花を咲かせる成分が多いんですね。このお花を咲かせる成分っていうのがいっぱい入ってるので、それを追加していくっていうこと。で、なんで固形の肥料だけじゃダメなのっていうふうに思われる方多いと思うんですけど、固形の肥料にもこのお花を咲かせる成分っていうのは入ってるんです。だけど、このお花を咲かせる成分っていうのが土の中にね、とどまりにくいんですね。とどまりにくいんですよ。だから追加して、通常の2倍ぐらいのお花の咲かせる成分っていうのを入れてあげる。そうすると、ね、2倍の量、抜けてっちゃったとしても2倍の量残りますから、しっかりと咲かせてくれるっていうことです。で、なんで週に1回なのっていうと、液体の肥料っていうのは流れ落ちてしまいやすいんですね。水やりをすることによって流れ落ちてしまうから、じゃあもう1回足しましょうね、もう一回足しましょうねっていうのが週に1回っていう感じなんですよ。なので、それを与えていくことによってお花をどん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 咲かせてくれます。で、特にビオラはですね、お花をたくさん咲かせる、植物なので、肥料がね、本当に好きっていうよりも必要なんですね。咲かせるために必要です。咲かせるために必要なので、追加でどん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 週に1回あげていくっていうやり方をとっていきます。1月2月とか12月は液体に肥料をあげないの？フリア流はなんでそういう風になってんの？っていうと、肥料を吸い上げるためには、このビオラくんたちが光を浴びて成長しようっていう状態になっていることが必要なんですね。で、成長しようってなるには、お日様と温度、この2つが必要です。で、12月、1月、2月、結構寒いですよね。特に1月、2月はめちゃくちゃ寒い。で、そのタイミングで、日差しがしっかりと当たってるけど、温度があんまりないから、こう、葉っぱもね、増えてかないじゃないですか。で、増えていかないし、一輪花が咲いても、これめちゃくちゃ日持ちするんですよ。寒いからね、日持ちするの。だから、たくさん咲かせる必要もないし、成長も緩やか、もしくは止まってるっていう状態なので、肥料自体を吸い上げる量が少ないんですね。それを春と同じような、量をじゃん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 上げちゃうと、肥料でね、根っこがね、傷むことがあるんです。まあまあ適切な量を上げてれば傷むってことはないですけども、形、
ビオラの形が、環境によっては間延びしてしまったりとか、環境によっては葉っぱが黄色くなったりとか、環境によってはさっき言ったように根っこが傷むとかっていうね、いいことのメリットの方が少ないんですよ。だから、まあ、この YouTube ってもう何千人何万人っていう方がご覧になられてるので、皆さんのお家それぞれ個性って違うじゃないですか。お家もそれぞれ違う、環境が違うので、皆さんにお伝えするのであれば、デメリットが多い時期だったら、それを回避してあげない方がいいよねっていう感覚がフリア流です。なのでね、うちは毎年もう11月から液肥をどん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 上げても、よく咲いてるしよく育ってるよ、もうこれで満足してるよっていう方は上げてもらっても全然 OK ですので、その辺はご自身で加減していただければなっていうふうに思います。この僕のね育て方なんですけども、文字で読みたいっていう方もいらっしゃると思うんですよね。で、とってもね親切に書いてあるサイトがあります。OAT アグリオさんっていうね、僕そこのねサイトを一回見てすっごい気に入っちゃったんですけど、そこにねビオラの育て方も、詳しく載っているので、一応概要欄に貼っておきます。前回もですねそんな、動画を出しました。それも概要欄に貼っておくので、時間がある方は見てみてください。でね、あのビオラの育て方探そうって思った時に動画探していくの結構大変じゃないですか。で、大変だと思うんで、この OAT アグリオさんの、サイトでビオラって検索してパンってやると文字で出てくるから、必要な部分だけ、水やりのところ見たいんだよねって言ったけど何分ぐらいの場所だったっけって動画ではなってしまうけど、文字だったらこうねパソコンとかスマホでビビビビってやってすぐ出てくるんでね、そこ参考にされるといいんじゃないかなというふうに思います。ということで、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。この動画面白かった、役に立ったということであれば、高評価のグッドマークを押していただけると嬉しいです。めちゃくちゃ励みになります。そして、こういう動画まだまだ聞きたいな、新しい動画があったら見てみたいなっていう方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで、またお会いしましょう。さよなら。